高柳淳之助10月16日から1963年は日本の実業家、元政治家、著述家である。筆名に高柳極水、同水がけ、洞稚貝等がある。蓄財書を出版して投資家を集め、詐欺、横領などの容疑で逮捕され、貯金魔と呼ばれた。1882年、茨城県行方軍用村に生まれる。道村の 幼少学校を卒業した。17歳から24歳まで小学校の代用教員を務め、25歳で上京し、神田駿河台の国民中学会の発想係事務員となった。1907年4月、25歳になる頃、初の著書、小学卒業立身案内を上司、番を重ねる。1917年4月24日、自らが起こし、 東京市神楽標準傍聴10番地の自宅に置いた出版社、不況世界一社から辞書、会社の内幕を上司した日刊誌、時事新報の記者であった経歴を生かしたことを全文に書いた。1917年5月10日、標準傍聴の自宅に日本の公債権株式会社を設立した。1918年36歳の頃、母校、 幼少学校に1万円を寄付し、その利子で高等化の授業料が免除された。1920年、第14回衆議院議員総選挙に、茨城パックから、立憲声優会の候補として出馬し、当選した。1921年5月、神田区小川町の自宅に、高柳信託株式会社を設立した。同年9月、 池上電気鉄道株式会社の株を買い占める。同年12月12日、新井張郡石岡町道郡玉作長官の鉄道敷設をガンしていた行方鉄道に対し鉄道、敷設許可が下り、北起人総大の高谷柳は1922年9月3日、石岡町で行方鉄道創立総会を開き、社名を鹿島三宮鉄道株式会社とした。 また、同年1月20日、東京市麹島地区有楽町一丁目三番地に、高柳第二新宅株式会社を設立。同年5月2日には、有楽町の同地に、高柳第三新宅株式会社を設立している。同年8月には、高柳工業株式会社を、小川町の自宅に設立している。1923年3月には、小川町の自宅に、 日本共益株式会社を設立。翌月4月には同地に、第2共益株式会社、第3共益株式会社を設立した。同年4月4日には、筑波山工作鉄道株式会社を設立。社長となる。1924年6月8日、石岡日立小川館が開業した。1925年9月。 高額納税者の五選選挙で、同社発起人の一人、浜平衛門と共に当選し、貴族院議員となったが、高柳は選挙違反で辞職、同社の社長職も浜に譲った。1925年、高柳新宅、高柳第二新宅、高柳第三新宅を合併し、高柳金融株式会社と会社本店を自宅に置いた。同年9月、 詐欺、横領、公文書偽造などの疑いで自宅と事務所の家宅捜査が行われ、検事強制処分により、市ヶ谷刑務所に収容された。同年12月、高柳事件が発覚した高柳は、池上電気鉄道取締役を辞任、同月31日、高柳淳之助の四天皇と呼ばれた内公の仙吉。 武井勝カツ小林兵庫も同社取締役を解任された。同事件で、高柳は詐欺容疑で検挙され、1934年12月27日、控訴審で懲役2年、1935年11月6日には、上告が棄却されて刑が確定した。1945年8月15日の第二次、世界大戦後、70歳代を迎えて、 一般向けの経済書、家を飛ます道、事業を生かす等々を上司した。1963年、死去した。満八十一歳没。ありがとうございます。